展望台を後にして井出ヶ岳に向かいます。ここからの道は小石混じりの土道です。しばらく進んでいくと、木で組まれた階段が現れます。ここでも足元には注意が必要です。急な登りの木の階段に変わります。実は見ていただいているよりもっと急な階段です。カメラには映っていませんが、虫がブンブン私の体の周りを回っています。虫除けスプレーを全身に吹いていますから、私には近づけないようです。道の左右には白く立ち枯れした木や倒木した枯れ木を目にすることになります。
虫の挨拶を受け、木の階段を登っていくと、左手上に山頂展望台が見えてきました。山頂はもうすぐのところです。これが山頂展望台です。標高 1694.9 メートルで大台ヶ原の最高峰です。展望台には休憩施設もあり、雷に注意とのことです。展望台の上に登ったところでお話をお伺いしました。こんにちは。こんにちは。皆さんはどういう仲間ですか？職場の。ああ、そうなんですか。です、はい。同じ地域の職場ですか？それぞれ別々の場所で働いて、広島、東京、高知からそれぞれやってきました。ああ、そうなんですか。はい。今日はたまたまですか？集まったのは今日は奈良の吉野川をカヤックで下って、で2日目なんですよ。で2日目ちょっと、はい、登りに。あ、それが趣味なんですか？そうですね、はい、趣味と仕事と、そういう仕事をさせていただいてるんで。そういう仕事ですか？ですいいですね。ありがとうございます。趣味と実現もあるような形で。そうですね。この大台ヶ原は皆さんは何回目ですか？全員初めて。そうです、初めてですか。歩かれた感想はいかがですか？思ったより涼しかったのと。そうですか。そうですね、涼しいのと、やっぱり景色がいいのと、鳥が多いのがやっぱり良かったかなっていうのは思いましたね。虫も多いね。虫も多いですね。鳥が多いということは、その虫もね、そうですね、多いと餌があるということですよね。じゃあちょっと、はい、私は登山道とかも整備されてて、すごく皆さんが歩きやすいような、はい、場所だなと思いました。あ、そうですか。はい、趣味としては山はよく登られるんですか？はい、そうですね、普段から登山にはよく行ったりしてます。はい、でも大台ヶ原来たのは初めてなので。はい、予備知識としてはどんな知識持たれたんですか？大台ヶ原は結構雨が多くって湿気が多いっていうふうには聞いてたんですけれども、今日はすごいカラッと晴れていて。そうですね、はい、ラッキーですね。そうですね、ラッキーでした。はい、感想はいかがですか？感想は僕も本当に歩きやすくて、いろんな人が来れるいい山だなと思いました。なんか気軽にいい風景が見れるようなところで、自然もすごいですよね。そうですね。なるほどね。はい、皆さんでこう3人いつも楽しい仲間ですか？そうですね。と言ってもまだ半年、知り合って半年ぐらいなんですけど、なかなかまあ一緒に遊べる機会もなかったんで、今回ちょっと2日間でいろいろ行ってみようかなっていうので。なるほど。どちらで泊まられたんですか？あそこどこなのかな。五条市。あ、五条市で泊まられて。はい、で車で1台で。そうですね、車1台でテント泊でって感じです。テント泊で。はい、それはいいですね。なるほど、なるほど。
あのこれからはもう2泊、2日間ということなんで、それぞれまた帰られるんですか。はい、その今からみんな、はい、じりじり、はい、あ、そうなん、寂しい。またどっか、まあ、集まれるんですね。そうですね、そうですか、気をつけて。はい、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。どちらからお越しなんですか。今日三重県から。三重県の朝日町です。あ、そうですか。あの、もう夏休みですか。夏休みに入って。いいね、嬉しいね、はい、で、最初にこの今回大台ヶ原に来ようということで、はい、今日お父さんはお仕事。今日仕事なんです。仕事なんです。そうなんですか、はい、あの、大台ヶ原は初めてですか。初めてなんです、はい、あ、そうですか、はい、一度来たいなと思って、はい、急遽来ました。あ、そうなんですか、はい、あの、歩かれた感想はいかがですか。楽、楽やった。楽やった。予想や。その他、自然はどうでした。自然、自然、あ、そう、ビジターセンターから、あそこの駐車場から来たんですよね。はい、そうです、そうです。歩きやすかった。歩きやすかったです。お母さんどうですか、予想よりはどうでした。予想よりちょっと涼しくてね、やっぱりね、はい、自然もあれでね、気持ちいいです。こうね、森林浴って感じで、はい、はい、感じながら歩いてきました。はい、あの、ちょうど家族で歩くにはぴったしかありませんね。ね、子供連れてはね、いいかなと思いました。はい、なんか時々、時として熊が出るらしいというのはあるらしいで、ね、書いてあったので、鈴鳴らしながら歩いてきました。そう、さ、ね、登山口のとこに書いてあったんで、鹿は見ませんでした。しか見ないですね。見たいですね。はい、見ら、見れるんです。ええ、見れるらしいです。会いたいね。僕はどうです。あ、思ったより涼しかった。わあ、涼しかった。うん、今日はバッチシ決めてますね。あの、お母さんもそうだけど、それぞれちゃんと、あの、夏休みの宿題でひょっとしたらあれ日記かなんかに書けるね、大台ヶ原。新聞があるよ。あ、新聞がある、はい、お、そうですか。小学校何年生ですか。3年生です。3年生、なるほど、ちょうどいいかもね。あの、お母さんと、あの、皆さんでこういうのは何度かするんですか、ハイキングは。そうですね、山登ったりハイキング。あ、そうですか、はい、たらもっときつい山も登られるんですか。きつい山も、いろいろね、あの、鈴川の方、御在所とか、はいはいはい、近いんで、そこら辺とかはよく登ったり、はい、夏休みとかは、ね、あ、よく行かれます。去年、御嶽山、3人で行って。あ、3人で、はい、またお父さんなしで。なかなか土日はこう野球とかしてるんで、あ、行けなくって、なるほどなるほど。チャンスがあるのは平日、ついてるし ね、はい、平日だとね、ちょっとお父さんは仕事だしね、ね、休めないね。3人で、いつも3人で。お父さん行く時もあるんですけど ね、はいはい、あの、そしたら、お父さん今日は頑張って仕事して、はい、なるほどね、あの、これからはどうされるんですか。ずっと周遊されて。周遊して行こうと思って、はい、今日は日帰りで帰られると。日帰りで帰るつもり。あ、はい、なるほどね、はい、はい、ありがとうございました。気をつけて。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。こんにちは、今日はどちらからお越しなんですか。滋賀県ですね。あ、滋賀県からお越しですか。はい、あの、車でお越しですか。はい、そうです。そうですか。ご家族ですか。はい、そうです。で、あ、昨日から夏休みですかね。私はですね、あの、会社の休みが、あ、そうですか、取れましたんで、はい、なるほど、お父さん都合で、はい、そうです。あの、今日は、このコースは大台ヶ原は初めてですか。はい、初めてです。初めてですか。感想はいかがですか。じゃあちょっとお母さんの方から。お母さん、まあ、でも平坦な道のりで、とっても歩きやすかったです。あ、そうですか。はい、先ほど、夫婦ちょっと言ってました。ちょっと、今日はちょっと、あの、本調子じゃなかった。そうですか。はい。すごいですよね、木々がね。そうですね、あの、景色はすごい良かったです。ね、はい。お嬢
つもりなんですか。初めてですか。初めてです、あのこういうハイキングコースとかこういうコースをお父さんとお母さんと一緒に来るっていうのはよくあるんですか。今回登るな。登ります。あ、よく登るんですか。はい、あ、結構 ね、あのきついとこも。あ、そうですか、今日は優しい方ですね。本当初心者コースです、奥歩道が。あ、そんなとこ行かれるんですか、あの家族で。あ、すごいな。あの歩かれた感想はどうですか。階段が多くてちょっと気づかった。あ、道中ありましたもんね、階段もね、はい、でその他に自然はどうですか。自然。あ、とっても綺麗です。でも虫がちょっとブン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 ちょっと怖い。ブン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 。なるほどね。ちょっと乙女としては蜂が多かったね。蜂が多いよね。ブン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 言うね。あ、ブンも多いよね、ではちょっとお父さんの方に、先ほどは、はい、もっと厳しい山登りをされると言ってましたけど、ここは、まあ、そういう意味で言うと優しいんだって言われてましたけど、はい、あの優しさだけでなくてコースの独特な味がありますよね。そうですね、あのかなり奥まった山なんでね、人がなかなか入ってこないという、そんな雰囲気の山なんで、自然がね、本当にまだまだいっぱい残ってるなっていう感じで、今日は先ほど富士山とか言ってましたけど断念でしたね。まあちょっとね、まあ、この時間だと確かに厳しいのかなと、まあ晴れてるだけ良かったかなと思います。そうですね、はい、これからはどういうコースを行かれます。ずっと小田原河原のこう回ってもうそのままお帰りですか。今日はそのつもりですね。そうですか、はい、温泉などは行かれませんか。帰りは行きたいなとは思ってます。あ、そうですか。そうですか、あの特に河原市をお父さんのあのまたここへ来てみたいなと思うことはありますかね。あ、はい、ちょっともう一回、今度はボーイフレンドと。いや、そうですか、ないかな。そうですか。そしたら今日は一日楽しい、はい、あのハイキングになることでしょうね、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。この展望台からは早朝の晴れた日には富士山も見え、熊野灘から大峰連峰など雲海越しにダイナミックな眺望が楽しめます。大台ヶ原一の眺望スポットです。